豊臣秀吉の若かりし頃の生い立ち。イントロダクション。豊臣秀吉は日本史上最も有名な武将の一人であり、日本を統一した人物としても知られています。秀吉の功績は多岐にわたりますが、その前提となったのが彼の若き日の生い立ちです。本記事では豊臣秀吉の若かりし頃の生い立ちについて解説します。秀吉の家族環境。豊臣秀吉は天正10年1582年に現在の愛知県名古屋市に生まれました。彼の父親は農業を営んでいたが、秀吉が生まれた時にはすでに亡くなっていました。母親も同様に農業に従事していましたが、秀吉が3歳の時に亡くなってしまいました。その後秀吉は叔父の元で育てられることとなります。秀吉の苦難と出世。秀吉は叔父の家で農業に従事しながら育ちましたが、14歳の時に家を飛び出し尼崎の寺に身を寄せることとなりました。そこで僧侶として働きながら読み書きや文化に触れる機会を得ました。その後秀吉は織田信長のもとに仕えることになり、武将としてのキャリアをスタートさせます。秀吉は信長の命を受けて数々の戦いに参加し、その功績から次第に出世していきました。秀吉の若き日の生い立ちが秀逸な武将となる礎となった。豊臣秀吉は若き日の苦難の経験から困難に打ち勝つ強い意志を持つ人物となりました。また僧侶としての経験から文化や教養にも触れることができ、武将としての知略や人脈を築くことにもつながりました。そのため秀吉の若き日の生い立ちは彼が後に日本を統一するという偉業を成し遂げる礎となったといえます。秀吉の出世と功績。秀吉は信長の命を受けて天下統一に向けて奮闘しました。彼は1573年には越前一向一揆を鎮圧し、1582年には織田信長の死後、その後継者として各地の戦国大名をまとめ上げ天下統一を果たしました。秀吉は天下人として各地の城を改修し大阪城を建築しています。またキリスト教や南蛮文化を取り入れ文化の発展にも貢献しました。秀吉の死。秀吉は1598年に死去しました。彼の死後後継者争いが起こりましたが、最終的には徳川家康が天下を取りました。秀吉の死後彼の偉業は多くの人々に称えられ、日本史上の偉人として位置づけられるようになりました。結論。本記事では豊臣秀吉の若かりし頃の生い立ちについて解説しました。秀吉の父母の創生や14歳で家を飛び出した苦難の経験から彼が後に有名な武将として出世することになりました。若き日の経験が秀吉が後に日本を統一する偉業を達成する礎となったことは興味深いところです。秀吉は後に天下人として各地をまとめ上げ天下統一を成し遂げました。彼は日本史上最も偉大な武将の一人として知られており、その功績は多くの人々に称えられています。豊臣秀吉は若き日の経験から困難に打ち勝つ強い意志を持っており、また文化や教養にも触れていたことから知略や人脈を築くことにもつながりました。これらの経験が後に彼が日本を統一する偉業を成し遂げる礎となったことは注目に値します。また秀吉が各地の城を改修し大阪城を建築するなど文化面でも多大な貢献をしたことは彼の功績の一つといえます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。